OK ですね。呼びましょう。最後のステージです。スプラッシュの皆さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。スプラッシュ2回目のステージ始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介します。水色担当岡田あずみです。あずみ。赤色担当梶田あこです。まこ。紫色担当室井ももです。もも。緑色担当中島あさかです。あさか。青色担当高田萌子です。萌子。研修生の宇根本かのんです。かのん。研修生の宇根本しおんです。しおん。7人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は5ヶ月ぶりのデーゲーム、そして試合ももうすぐ楽しみですね。楽しみですね。暑いのでね、はい、飲水タイムもこまめに取るようにしてください。はい、はい、試合前もね、もうちょっとなので一緒に皆さん楽しみましょう。楽しみましょう。それでは早速初めの曲聴いてください。私たちのオリジナルソング、ファイトファイトファイト。皆さんのことを応援しています。 Everybody clap your hands Fight! Everybody clap your hands Fight! 今立ち上がれ、上向いて行こうよ。 Everybody try again Fight! Everybody try again Fight! 諦めないで、このエール君に届け。 Fight! 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 行くよ。Okay.
だけの地図を描いて、いつでもさんな自分を、オンリーワン信じて、翼を今広げ、どこでもキープスマイル、未来は熱がすぐそこに、大空に届け、ネバーギブアップ。こぼれた小さな涙、ステージを見てください。座っておられる方はそのままで大丈夫なのですが、立っておられるお客さんは他のお客さんとの距離を1から2メートルとしっかりとってください。そしてね、今は声を出したりタオルを回したりという応援ができないので、心の中でね、気持ちを込めて叫んでくれたら嬉しいです。残りの2回目のステージも盛り上がっていきましょう。はい、そして突然ですが皆さん、はい、鬼滅の刃ご存知ですか？もちろん知ってる方、はい、知ってる方、知ってるよね、皆さんね、うん、もう大ブレイク中ですからね、はい、皆さんご存知だと思うんですが、はい、そんな鬼滅の刃が今、全スポーツリーグ、違う、プロスポーツリーグ全105チームとコラボしています。そうそう、でサンフレッチェ広島ともコラボしてるんですが、うん、はい、その内容といたしまして、デジタルスタンプラリーというのが開催されています。楽しそう。どんなのなんですか、それは。これは、メイン、メインコース、あ、コンコースだ、ごめん、うんうん、コンコースで行われてるんですが、はい、このエディオンスタジアムだけじゃなくて他のスタジアムでも行われています。でこのスタンプラリーをすることで、鬼滅の刃とその各チームのコラボのグッズだったりとかがゲットできるんですよ。そうで、そのグッズの商品たくさんあるんですよ、本当に、いっぱいあって、でそのグッズの商品っていうのは、サンフレッチェ広島オフィシャルオンラインサイト、サイト、はい、おをぜひぜひ皆さんチェックしてご確認ください。はい、はいはい、こう楽しめてね、グッズもねゲットできるの最高のそうなんですよ、ね、そうアニメもスポーツも日本の文化にたくさん触れれるので、はい、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それにちなんで次の曲は私梶田和子がソロを歌わせていただきます。おー、おー、何かな、
この曲を聴いたとき私はすごく感動しました。なので次は私が皆さんの心にこの歌声を届けます。それでは聴いてください。小村
るよね。そう、さっきからね、ずっとカレーうどん、うどん専用って書いてるの、カレーうどん、すごいと思って、私もちょっとね、ああいうの欲しいなって思ってました。いいね、はい、あれ見てレッスンとかしたいね。したい、めっちゃしたい。はい、そしてここでお知らせ、プチお知らせがあります。ね、毎回あの私たちのステージの写真をねツイートしてくださってるんですけど、今回1回目の写真も2回目の写真もこちらハッシュタグイースプラでツイートしてくださったら嬉しいです。そして今日の柿本さんのお写真もハッシュタグイースタ MC でツイートしてくださるとね、あちらの看板のお写真にもなったりしますので、ぜひ皆さんパシャパシャしちゃって、こちらのハッシュタグつけて投稿してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではサンフレッチェのね、はい、嬉しいお知らせいっちゃいましょうか、ももちゃん。そうか、はい、これもね、言わなきゃ始まらない。いきますよ、まず J1 通算出場回数が野上選手なんと150試合。そしてそして、はい、次いきますよ、 J リーグ通算出場回数が青山選手なんと450試合。そしてなんとなんと J リーグ通算出場試合が林選手500試合出場と、もうね、3人の選手の方が本当に記念の、ね、回数を達成されているということで、はい、うんうんうん、本当にね、今後の活躍に、ね、これからもね、期待していきたいんですが、今日もね、式典というか、うん、あるんですよね。そうですね、セレモニーがありますね。そう、セレモニーがあるので、皆さんぜひぜひ楽しみですね。楽しみましょう、ね。そしてもう一つお知らせがあります、はい、こちらのね、こちらダゾン年会視聴パスを本日スタジアムでお申し込みいただいた方先着200名様に A4 サイズ合同集合写真がプレゼントされます。こちらです。すごいよ ね、レジーナの選手の皆さんとね、そうです、広島の選手の皆さんがこう集合写真撮られてると、なんか額縁に貼ってさ飾りたいよね。確かにね、皆さんぜひゲットしてみてください。はい、ください、はい、チェックです。それでは、はい、皆さん飲水タイムはいかがでしょうか。どうですか、皆さん飲みましたか。飲めた、大丈夫、暑いので気をつけつつお願いします。そして次が最後の曲になります。ではまた今日の最後の曲は光の刺す方へです。はい、このサビの歌詞で、我が胸にっていう歌詞があるんですけど、そこで私たちこうやってるので、はい、よかったら同じ振り付けを胸に拳を持ってきてくださったら嬉しいです。今声出したりとかはねできないんですけど、よかったら手拍子とかこういう一緒の振り付けとかで盛り上がって欲しいです。この後試合キックオフなので、キックオフに向けて士気を一緒に高めていきましょう。はい、それではいきますよ、準備ですか、はい、光